水星、金星、地球、月の運行を再現する小さな太陽系儀アンティキティラ等の機械オランダのフラネカーに現存するアイゼ・アイジンガーの惑星運行儀1812年にロバート・ブレットル・バペによって製作された太陽系儀。現在はシンクタンクバーミンガム博物館で展示される俯瞰型の太陽系儀太陽系儀とは地動説をもとにした。 太陽系の模型である。中心に太陽を置き、歯車の回転によって、アームに取り付けた惑星の模型を回転することにより、惑星相互の位置を再現する。紀元前1世紀の哲学者、キケロの著作、国家論によれば、太陽と月、その他当時知られていた惑星の動きを予測する機械についての記述がある。これらの機械はアルキメデスが制作したもので、 今日の対応経緯のようなものであったことが伺える。また、キケロは、友人のポセイドニオスが、最近同様の装置を作ったという記録を残している。1901年にアンティキティラの沈没船から、発見されたアンティキティラ等の機械の機能が1959年に解明されたことで、期限前に、天体の運行を再現する装置が実在したことが、実証された。 ヨハンニス・カンパヌスは、ティーリツ・プラナタラムを建設した。1348年から1364年にかけて、時計師のジョバンニデ・ドンディは、アストラリウムを製作した。近代的な太陽系儀は1704年に、時計師のジョージ・グラハムとトーマス・トンピョンによって作られた。グラハムは、自らのパトロンだった、第四代オーラリー伯爵の名を取って、この太陽系儀を、 オーラリーと名付けた。以降、英語圏では太陽経気のことをオーリーと呼ぶようになる。18世紀において小型の太陽経気は迫力を欠いていた。18世紀末には複数の教育者たちが大型の展開を再現する装置を作った。アダム・ウォーカーと彼の息子たちが制作したエラボレートマシーンは全高12フィート27インチ系のもので、 垂直に立てられていて球体は巨大で目立っていた。その装置は、説法に用いられた。現存する最後の作動する惑星文講義は、オランダのフラネカーに見ることができる。アイゼ・アイジンガーによって、彼の居室に7年の歳月をかけて製作され、1781年に、完成した。日本では、江戸時代末期の1851年に、田中久しえによって上部に、 天章儀を備えた万年事名称が制作された。なお、日本では太陽、地球、月の運行のみを再現する模型のことを三球儀と呼ぶ。日本ではこれまで一部の博物館に展示されているくらいで馴染みがなかったが、デアゴスティーニジャパンから2009年1月13日から2011年1月6日にかけて通算103巻の 週刊天体模型太陽系を作るが刊行され、普及した。ありがとうございます。